さて、それではスタンダードアセッツの6回目のメモ動画になります。今回は、その中のシーンカーを試してみました。こちらの、カーでは、上矢印キーで前進して、下矢印キーで、下がってくる、そしてそれぞれの動作の時にですね、例えば前進とか急発進とかそういった方向転換が出て、ブレーキという形でした時に、タイヤも跳ねたりっていうので、まあ前進左上のとこのボタンですね、マークをこうクリックするとカメラがまた切り替わります。2つ目がフリーロックカメラリフ、3つ目が CCTV、そして一番最初カーカメラリフ、このような形で、ボタンを押すと、切り替わります。まあこういった形のところで、まあ遊んだりすることができるというのが、このシーンでした。はい。では今回はここまでです。